日本語検定1級。あ、検定。日本語検定1級でしょ。いや、とんでもございません。漢字も。まあ、漢字も一応、まあ、だいぶ忘れてるけど、仕事で今も使ってるぐらい。君ちゃんどうじゃ。君ちゃんどうじゃ。整形をする女性をどう思うか。ああ、整形ですか。うん、韓国はほら、整形大国、ねね。結構してる人が多いってことで、ね、男性から見ると、整形ってどうなのか。ああ、整形ですね。まあ、それも自分のなんかスタイルの一部だと思ってまして。うん、まあ、人それぞれですから。賛成反対賛成です。もし彼女とか奥さんが整形したいって言ったら。ああ、まあ、ちょっと僕がもう予算出せるぐらいだったら。まあ、やりたいもんはちょっといや、まあ、やらせたいっていう。でもそれですごい綺麗になって人生が。あ、変わるのもそうですね。それはあり。あ、ありですね。男の整形も賛成。あ、まあ、自分だってもうちょっとやできればまあやってみたいですね。どこ扱うんですか。あ、やるとしたら。やるとしたらです、まあ、ちょっと見積もりが出ないくらいなんて。やっぱ芸能人とかってみんなやってるんですかね。まあ、やってる可能性多いですね。結構昔の卒業アルバムとか出てくるじゃないですか。ああいうのを見ると全然別人だったり、まあ、そうですね。やっぱり やっちゃうんですかね。整形もあるし、やっぱりそういう人はまあお仕事柄で、うん、まあ、ケアとかいろいろされてるんで、うん、してないんですか、まあ、僕は、まあ、僕はまあそうですね。サウナ行くぐらい。サウナ行ってたまたまちょっとまあちょっともうそうですね。赤すり、赤すりもしてるんですけども、まあ、顔の方で赤すりしたらもう変になっちゃうんで。顔は赤すりなし。まあ、テーマはあと周りの知人とかもいろいろちょっとケアの用品とかもパックするやね。ああ、パックしてもたまにします。へえ、しないと、まあ、最近はちょっとまああれですね、うん、周りに若い人とか多いんで、うん、まあ、ちょっと失礼にならないぐらいにはちょっとケアしとかないと。そうよね、でも男もちゃんとしとかないかもね。あ、キムちゃん、ソヨン형했어요。ソヨン하지않았어요。왜？ソヨン은웃으니까웃어。성형も웃어。웃어？イケメン성형하지않아요。イケメンってイケメンにか필요없어요？필요없어요。韓国の木村拓哉です。よろしくお願いします。ノムカカオよ。カカオが でかいし、カカオが大きいよ。カカオが大きいよ。ノムカチボイゲンで毛穴まで